おじい様のご様子はどうだ。一心様は命を保っておられるのが不思議なほどです。そうか。巫女よ、もう一度言う。不死の契りを俺と結べ。できませぬ、源一郎殿。たとえひとたび敗れるとも、命を賭し、主を必ず取り戻す。それが我が忍びなれば。お迎えに参上いたしました。今しばらくお待ちくだされ。なるほどな。貴様を殺しきらぬ限り留飲を我が手にはできぬ。主を変えるつもりはないか。ザレ言。ザレ言だと。俺はこのアシナを守るためならば。どのような異端の力であれ、従えてみせる。
あなたが勝ったのですね。お主、争うつもりはありません、巫女の忍びを。源一郎殿、もしや落ち水を。アシナは、この国は俺のすべてだ。そのためなら俺は人間をやめよう。死人帰りか。ようやく主の命を果たすことができました。礼を言います。お主は一体誰に仕えている？アシナ一心私は一心様に仕えるクスシです。何故助けを命じられたのだ？一心様は流因の力を望んではおられません。故に九郎様をアシナより逃がそうとした。はい。井戸底への踏み、あれもお主か？その通りです。ただ私の任はこれまで。あなたにはまず会うべきお方がいるはずです。九郎様は開花に。あなたには苦労。参上いたしました。我が主。うむ、よく来てくれた。まアシナを脱さねばなりませぬ。狼よ、我が血は流因は人を死なぬようにする。そなたもそうだな。はい。私はそなたを救いたかった。時を戻せたとてきっと同じことをするだろう。だがな、死なぬというのは淀みを生む。不死のちぎりも落ち水も流害もみなす人の人としての生き方を歪めてしまう。私は流因の不死が生む淀みの連鎖を断ち切りたい。狼よ、それを手伝って。父よ、鉄の掟を破ることなどできません。巫女様をお守りすること、それが我が父より課せられし掟なれば。そなたは私を救うため幾度死に、そして蘇ってくれた。二度か三度か、あるいは数え切れぬほどなのか。巫女様をお守りするためならば幾度でも。そなたを不死の永劫の任に縛りたくはないのだ。狼よ、共に不死立ちをなしてくれ。御意。ありがとう、狼よ。
串立ちについてだが、根拠のない話ではないのだ。狼よ、これを。このアシナの城に残されていた古い記録だ。宣教の神なる竜の涙。ああ、その竜の涙というものがあれば、おそらく我が竜院を立つことができる。しかし、宣教とは一体。うん。狼よ、そこにある香炉を見てくれ。とあるお方がお持ちだったものだ。狼よ、そこにある香炉を見てくれ。とあるお方がお持ちだったものだ。この香炉は、かつてこのアシナの城には私とは別の竜院の巫女が暮らされていたとき、巫女の名はタコの香炉は、その方に、そのお方は亡くなられて久しいようだ。源の光輝まといて戦況へ帰る、そう言い残されたとか。つまり源の光輝、それが戦況に行き着く。おそらくは。狼よ、まずはそれを解き。して、いかにして、この城にはタケル様が残された書物がある。戦況に帰る術を求め集められたものだ。私は戦況への生き方のみでなく、不死立ち、それ自体についても探っては。おお、ならば、あのお方ならば何かご存知やもしれぬ。狼、こちらじゃ。一心様はこの天守の外、離れの櫓で静養されておいでだ。ただその離れは閉ざされて、少しお加減が。入る術は、屋根上に夜鷹の衆が通う道がある。忍びが使う道だが、そなたならばたどれるの。夜鷹の衆は目印に呪しを。ああ、夜鷹の呪しをたどれば、一心様のこちらの開き窓から屋根上に出られる。
巫女様の命にて。おう、伺いたいことが。その前に先じゃ。はあ、褒美に取っとけ。落ち水に見入られた我が孫源一郎よ、礼を言うぞ。我が父の掟に従ったも。忍びの掟か。なるほど。お主フクロウのせがれか。あの国取り戦で拾われたわらし。はっ。巡ってここに至るか。人の絵にしてはつくづく面白い。そうは思わぬか。のう。あなたは。して、そのお主が。巫女様の目指す、不死立ち、その鍵となるものを。不思議、不思議りならば、あるいは鍵となるやもしれぬ。不思議り。尋常な術では死なぬ者すら殺す。それゆえにな。死なぬ者とは。虫付き、とか言ったわしも見たことはないが、真の像を貫こうが首を落とそうが死なぬというぞ。まことであれば、うん、そういった化け物すら殺す。不思議りならば、九郎が目指す不死立ちの鍵となるやもしれぬ。尋常な術では死なぬ者すら殺す刀ゆえな。不思議りはいずこに。千宝寺にあると聞く。ただ不思議りは抜けぬというぞ。抜けぬとは。ただそう伝わっておるのよ。だが今やあの寺は門を閉じ、生草どもめ、お山にこもり何をしておるかは知らぬが、まともな道などつながっておらぬのよ。行くか、赤炉。不死立ち。それもまた、そして関わる者の願いやら、企て、迷えば、その渦にのま、戦に敗れる。そうじゃ。肝に銘じて、赤炉よ。迷え。赤炉よ、死立ちの。行くか。ではな。戻りましてございます。一心様とは会えたか。はい。不思議りならば
そう仰せでした。不思議り。先方寺にある死なぬ者を斬るか。なるほど。御意。私の方は源の後期の手がかりとなりそうな書物を漁っておいたぞ。どうやらタケル様が戦況に帰るため見つけた手がかりについて話そう。手がかりと花。花と。まずはこれを。タケル様が残された戦況に帰るため源の後期について調べていたのだろう。その水が濃く溜まった場所で咲く白い花について。どうやらそれが源の効能一つであるよ。源の水が濃く深い渓谷など。なるほど。ならばあの谷には源の。その落ち谷はいず。城の裏手の林を抜けた先、林の奥にある白蛇のお社。言葉の通り、そこから落ちたところに落ちだ。まともな道はつながっておらぬが、そなたならば行けるだ。巫女様。これはもしや桜しずくか。それは流因の不死の契約がならざると引き換えに残るものという竹であろうな。狼よ、もし望むのならばこの桜しずくもまた。ありがたく。わか、目を閉じて。は。タケル様の留飲もまたそなたと共に生きるのだ。頂戴いたします。うん。もう目を開けてよいぞ。は。それはタケル様にいただいたもの。大事にしてくれ。ぎょい。ああ、そうだ。そなた香炉の残り香は嗅いでみた。はい。何やら、そしてかすかに桜のよう。おお、そなた。ただあの香り桜のようでいて、すこ、うん、どうした。狼、あの香り嗅いだことがあるのか。おそらくで。そういえばエマ殿が昔城の裏手に桜の木があったと言っていた。それが関係あるやもしれぬな。戦況に至るため源の後期に見つけた手が。香炉に残っておったのじゃな。エマ、行くか。狼よ。は。一心様。礼を言う。源一郎殿。そうです、源一郎殿。まさか落ちの折。それは何だ。落ち水の中でも特に濃いものをそう呼びます。あなたもご覧になったでしょう。落ちの折を口にした者は当然。あれはもともとは我が師道元が調べて。調べた書も薬も焼いて捨てたと聞いていました。私の兄弟子たちの誰かが持ち出していたようですね。大方道順あたりか。九郎様のお考えに。聞いた。して共に不死立ちを果たそう。そう、今までの助け方にまるで今生の別れのよう。私は主の命も果たしましたのでこの城に残ります。いつでも薬師として助けとなり。狼とほんの少し
眉間のシワが薄うなったように思います。九郎様の不死立ち、狼を眉間、九郎様の不死では、また。